黄熱病の予防、治療法の発見に取り組んでいたとして世界中の人に知られ、科学者として初めて日本の紙幣に採用された野口英世。野口英世はもともとは違う名前だった。幼少期から左手が不自由であったという事実を皆さんは知っていますか？今回はそんな意外と知られていない野口英世の生涯をご紹介します。彼が医学に興味を持ったのは16歳頃。1歳半の時に囲炉裏に落ちて左手に大やけどを負っていた英世は、その頃左手の手術を受け、医学の素晴らしさに感銘を受けます。この手術の経験が医学の道を志したきっかけと言われています。左手の不自由さのせいで諦めることもたくさんあったでしょう。完治には至らなかったようですが、長年くっついていた指を広げることができた時の感動は計り知れず、その感動を与えてくれた医学の道を志したことも納得です。そして高等小学校卒業後、医師になるための勉強を始め、時間さえあれば辞書を片手に専門書を読み漁っていました。英世は20歳の時、技術開業試験を受験するために上京します。その後なんと上京した年に前期試験に合格、翌年には後期試験にも合格します。普通は数年かかる試験を若干20歳にしてたった1年で合格したのです。努力家で勉強熱心な英世の一面がわかるエピソードですね。その後英世はいくつかの病院、研究所で勤務しました。特に細菌学に興味を持ち、伝染病研究所で助手を務めたり、検疫所で勤務した後、24歳の時に渡米。ペンシルベニア大学のサイモン・フレキスナー博士の助手として研究を始めました。そこで英世に与えられた仕事は、蛇毒に関する研究でした。不自由な左手で毒蛇を扱う危険な作業でしたが、この研究が後に英世の人生を大きく変えることになるのです。蛇毒研究の成果を発表したことや、血清の開発が可能になったことなどから評価された英世は、カーネギー学院研究助手となりデンマークに留学。デンマーク国立血清研究所で血清学について学びます。そしてその1年後、アメリカに帰った英世は、ロックフェラー医学研究所の所長に就任したフレキスナー博士によって一等助手に迎えられ、本格的な細菌の研究を始めることになります。毒蛇を扱う危険な研究に挑んだ苦労が報われた瞬間かもしれません。ロックフェラー研究所での研究ぶりは猛烈だったようで、他の署員から野口はいつ寝るのだろうと言われていたそうですよ。かの有名なエジソンも、天才とは 1% のひらめきと 99% の努力であるという名言を残していますが、まさに努力を惜しまず研究への情熱を絶やさなかったことが多くの功績につながったのでしょう。ロックフェラー医学研究所では梅毒の研究に取り組み、梅毒スピロヘータの純粋培養に成功したり、進行性麻痺や脊髄瘤の患者の脳から梅毒スピロヘータを確認し、これらの病気と梅毒との関連を明らかにするなど目覚ましい成果を上げ、当時日本の最高栄誉だった帝国学士院賞恩賜賞を受賞しました。そして英世が42歳の1918年、当時中南米で猛威を振るっていた黄熱病にロックフェラー医学研究所が研究班を派遣することになり、英世はこれに自ら望んで参加、エクアドルのグアヤキルへ向かいます。ここから英世と黄熱病の戦いが始まりました。黄熱病はメキシコ、ペルー、ブラジルと次々に流行し、英世は休んでる暇などありませんでした。エクアドルでは患者からスピロヘータを見つけ、ワクチンを作り多くの人命を救いました。中南米各国でもその成果を実証し、各国から大きな賞賛を受けることになります。しかしその後、英世が研究したのは黄熱病ではなくワイル病であったことが分かりました。真の黄熱病の原因究明のため、英世は諦めませんでした。1927年、周囲の人々は身を案じ反対しましたが、それを押し切ってアフリカ行きを決心します。そして翌年、予防法と治療法に目処がつき、研究を行っていた現ガーナのアクラから本部のあるナイジェリアへ帰国の打ち合わせに行った時でした。英世は自ら研究していた黄熱病に感染してしまいます。そして1928年5月、野口英世は51歳で生涯を閉じるのでした。もしその後も彼が生きていれば、さらに多くの功績を残していたと思うと非常に残念です。自分の信念を持って諦めず、人々の命を救う研究に邁進する姿は、今の私たちの心に響くものがあります。また黄熱病だけではなく、その後も新たな感染症やウイルスが生まれるたびに、科学者の方々が命がけで原因を究明していると思うと胸に迫るものがあります。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。
さようなら。